こんにちは、おりんです。今日はこちらのビニール紐を使ってバッグを編みたいと思います。はい、こちら Amazon で購入しました3テープですね。5センチですね。ここ5センチで、長さが約500メーター、500メーター入ってます。はい、ポリエチレン 100% なのかな。ゴールドです。で、まあ、あのバーコードこちらになります。ここですね。なんか割とこうゴールドというか黄色、オレンジがかった感じのテープですね。あ、もう綺麗に剥がれるので無駄なく使えそうですね。 5mm8号 ですね。それではですね、今回円底でマルシェバッグみたいな感じで編もうかなと思います。はい、円の編み方はですね、おお、ちょっと風が強い円の編み方はですね、編み方の動画のリンクを載せておきますので、そちらの方を参照なさっていただいて、まあ、細編みの6目の編み方で編み進めていこうかなっていうふうに考えております。3、6目ずつ増えていく。で、まあ、14段ぐらい編もうかなと、そこをそこを14段ぐらい編もうかなっていうふうに思います。1、2、3、4、5、6と、あ、ちょっとガタガタ、すごい風ですねすごい風だ。1、2、3、4、5、6ですね。まあここなんですけど、でマジックサークルかな、マジックループかマジックサークルかちょっと未だによくわからないっていうスタートをしましてですね、まあここに入れますよね。こんな感じで、ぎゅーっと、はい、これで14段分、1段につき、6目ずつ増えていく感じで丸底14段編みたいと思います。はい、それでは14段の予定でしたが、サイズ的にこれぐらい12段でいいかなっていう感じだったので12段編みました。で、ここからですね、一周ぐるっと増減なしで細編みを編みたいと思います。こちらの、根元からですね。はい、なんかゴールドっていうよりはキャラメル、ミルクキャラメルみたいな感じに近いかなっていう色ですね。はい、まあ光ってるんでね、まあゴールドなのかな、まあ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 一周ぐるっとね、今2目目ですね。細編みを編み入れていきます。スタートだけちょっと私はうまく入れておきます。はい、では一周ぐるーっと編んできます。はい、それでは一周ぐるっと編んできました。6の目から始めて12段編んでるので全部でこちら72目になるんですけども、ここが72目目ですね。で、1目目の頭に引き抜き編みします。はい、よいしょ。はい、これで側面の1段目が終わりました。でですね、次から模様編み、まあ大した模様編みではないのでそんなに難しいものではないんですけど、模様編み始めていきます。では今立ち上がり1しました。で、こちら根元の目、こちらに細編み入れます。はい、で次はここの、
横、ここなんですけど、ここの下のここ、本当はここに入れるんですけども、ここじゃなくてこの下、ここに入れます。で、ここから取ってきてぐーっと上げて、それでこう編みます。ここね、これ、はい。で、次は普通に細編みで、次はこの下、ここっていう感じで、これまた一周ぐるっと、ね、編んでいきたいと思います。はい、それでは一周ぐるっと編んできました。ですので、最後ね、長い方の細編みで終わってます。よいしょ。で、最初の目の頭に引き抜きをしまして、ギュッと絞りますね。で、立ち上がり1と。で、2段目になります。はい、2段目はですね、さっきの逆になりますね。1目目はこの根元がね、ここなんですけど、ここじゃなくてちょっと広げて、まあ、ここですね。ではここに入れます。はい、それでスタートですね。で、逆に編んでいくので、大きい前段で大きい細編みは頭、普通に頭を取る普通の細編み、はい。で、次、ちっちゃい普通の細編みになってますので、この下から取ってくる、それの繰り返しになりますね。はい、よいしょ。これで、ずっと1段目2段目の繰り返しで側面を育てていきたいと思います。はい、こんな感じでこんな感じになるんですけども、まあ、どれぐらいにしようかなっていう、このテープはだいぶまだたくさんあるので、まあ、好みの高さまでどんどん編み進めていこうかなと思います。はい、はい、それではですね、29段編みました。で、サイズ的にはですね、20センチの深さまで編めましたんで、おお、ここ持ち手を編みたいと思います。細めで編もうかなっていうふうに思ってまして、全部で66目、ここで全部で66目で、半分が33目なので、3で割ると11、11、11なので、まあ11目でいいかな。ここですね、はい、こんな感じでブロッキングをしましてですね、ここからこびーと27目、鎖編み編みたいと思います。はい、そこまではですね、普通に今までと同じ編み方で編もうと思います。それではこちら、持ち手の部分来ましたんで、27目ですね、私は27目の鎖編みにしようと思います。はい、こんな感じで27目編んできます。はい、それでは27目編めましたので、この向きがね、くるくるならないようにして、で、ここのマーカー入れたところ、ここに細編みを編み入れますね。細編みでつなげます。私の場合細編みでつなげてますね、いつもね。はい、こんな感じでこれぐらいになります。はい、これぐらい腕が通るぐらいがいいかなと思って27目にしました。ここはお好みでしてください。ではここからまた同じように、今まで通りの編み方で、で、こっち反対側ね、ここからもこう27目
鎖編みをして、でここまで編みます。はい、それではね、一周ぐるっと編んできました。で今引き抜き編みをして、こちら立ち上がり1編んだところなんですけども、ここからここ引き抜き編みでちょっとずっとつなげて、でここ2目一度に取って、でここをまた引き抜き編みでっていう感じで編んでいこうと思います。とりあえずちょっとやってみますか。はい、で根元から引き抜いていきますね。引き抜き編み、ここに縁編みでもいいですか。縁編みか縁編みでもいいと思うんですけども、私はもう普通にね引き抜き編みしますね。見えますか、ここね、ここね2目、ここの角のところだけいっぺんに、いっぺんにってどういうことかな、こうしてきて、これでこうこうかなこんな感じでいいか。はい、ちょっともう一回やりますね。まあ1個でこう引き抜くっていうのでやってきたんですけど、この角だけねちょっとぶわってなるのが気になったりするので、2個取って、この端の分で両方を引き抜くみたいな感じにします。で、もう次は鎖のところに入るんですけども、この山の部分こうして上2本って感じでやろうかなって思います。ここね、こういつもなんか爪で引っ掛けて通して上2本かかってる感じでやってますやってます。引き抜いてっていう感じですね。もうずっと引き抜き編みでやっていって、でこの根元の部分、こことここかな、はい、うん、そうですね、こことここをいっぺんに取ろうかなって思います。でこっちもね同じように、で一周ぐるっと引き抜きをしてこようかなと思います。それで出来上がりかなという感じです。それでは一周ぐるっと編んできます。はい、それでは出来上がりました。こちらになります。はい、サイズの方はねいつも通り横ら辺、まあ、ちょっと適当に表記したいと思います。はい、持ち手はねちょっと細めの感じにしてみましたが、太めがお好みでしたら、この太めがお好みでしたら細編みなりなんなり、アレンジしてみてください。私はちょっと引き抜き編みにしました今回。はい、中はこんな感じで、底はこんな感じになります。11段編んでます。66目なんで11段ね、こんな感じの色になりますんでね、ちょっと画面とかいろいろ違うと思うんですけども、オレンジっぽいキャラメルっぽい色になります。 Amazon で売ってます。概要欄にリンク貼っておこうかな、貼れたら貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方ポチッと押していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。おりんでした。さよなら、バイバイ。